この状態で、2ポイントというふうに言います。でこの状態がドリームを肩が90度以上回転した場合、2ポイントになります。で、90度回転そのままで、このままデンジャーポジションといいますが、この状態が、5秒間続きますと2ポイントプラスボーナスで1ポイントというようなポイントになります。ちょっと日本強いから、ね、立ち技からダイレクトに、デンジャーポジションに入りますと3ポイントということで、さっきこの状態も、立ち技からダイレクトに入ったので3ポイントで、この状態がまたデンジャーので、5秒間で行きますと3点プラス1点ということで、この腰から上に、大きく弧を描いた状態で、投げるとは5ポイントという感じです。橋本さんもちょっと俺分からんくなったら手伝ってくださいね。なんか途中で分からんくなりそうなんで。それでさらに背中がつく1秒間つきますとコールというので全て終了というか以上のようなルールが。